どうもこんばんは、牛院徳川です。ルミックス S5 マーク2発表から大変話題になっておりますよね。SNS 界隈でもポジティブな意見、ネガティブな意見含めて、すごく盛り上がってまして、公式でレビューをやらせていただいている身としてもですね、大変嬉しい気持ちでいっぱいでございます。まあ僕も、自信を持って今回のカメラはですね、あの初心者の皆さんにも、紹介できるというか、おすすめできるというかね。で、 SNS で盛り上がるのもそれだけ、期待値が高いということですからね。まあ、僕自身もこう襟元を正す気持ちというか、あうとか言うとダメなんですよね。はい。さてですね、今回のルミックス S5 マーク2、新たなフィーチャーとしてですね、リアルタイムラットというのがあります。簡単に言うと、普通は後からカラーグレーディングするときに、使うラット、ルックアップテーブルをですね、撮影時にカメラ内で設定して、掛け撮りができる、焼き付けができるという機能です。これまで動画クリエイターの皆さんね、ログガンマで撮影して、編集時に、パソコンの方でカラーグレーディングをしてという、そのワークフローに慣れている方からするとですね、これを聞いてはと思いますよね。僕も一瞬ね、それ聞いた時にはってなっとなったんですよ。いや、ラットとかログ撮影とかカラーグレーディングっていうのは撮影の時じゃなくて、それを撮ってきて、後からそのパソコン上でじっくりできるのがうまいのであって、それを頭からかけたら全く意味がないんじゃないのか、正気の沙汰ですかとなるんですけども、でも実はこれですね、めちゃくちゃ面白い機能なんですよ。ちゃんと説明を聞いたら、この魅力が分かっていただけると思うんですよね。なので、これからルミックス S5 マーク2購入検討されている方、ぜひこの動画を見てですね、試してみていただきたいなと思います。噂のリアルタイムラットとは一体何なのか、カメラのメニューの方を見ていきましょう。これはフォトスタイルの中に、リアルタイムラットというのが入ってます。これは写真モードとクリエイティブ動画モード共通の設定ですね。Vlog の隣ですね。で、ここから下向きのちっちゃい矢印が出てるので、おもむろにカーソルを下に入力するとですね、ラットのオンオフを選択できるようになりました。で、これ切り替えてみるとですね、はい、Vlog ガンマのグレーがかった色味のままの状態と、そこに、ラットが適用された状態というのが切り替わるのが分かりますね。はい。じゃあ次、その下の方を見るとですね、ラット選択というのがあるじゃないですか。で、これを押すとですね、このカメラにインストールされているラットファイルをここで選ぶことができます。ラットのインストールの仕方はまた後ほど解説しますね。この状態で、写真なり動画なりを撮影して楽しんでくださいねということなんですよ。で、ここで湧いてくるのが、リアルタイムラットでそのルックアップテーブルというのを掛け撮りしてしまうと、そのログ撮影の、後から調整がしやすいというすごいメリットの部分が完全に失われてしまうんじゃないかという疑問ですよね。これね、その通りなんですよ。これ、掛け撮りをやっちゃうとですね、こんなファイルが出てきます。もう、その、アケトラ640っていうのは僕が作ったラットですけども、この色になった MOV というファイルが出てくるんですよ。もうこれは、はっきり言って、ログ撮影の意味がないですよね。なんかこう、もっとニュートラルな色調で出てくるなら、私もですね、俺のこの、アケトラ640のようなゴリゴリのルックになったものが出てきてしまうと、もう調整のしようがないわけですよ。露出とか色味とか、撮影で失敗してしまったら、もう色が戻ってこないですよね。なので、実はこのリアルタイムラットという機能はですね、動画では使わない方がいいと思います。はい。僕もそれはそう思います。動画の時は、カメラの、フォトスタイルの中から、普通に Vlog を選んでおいて、その状態で、このメニューのギアマークのところから Vlog ビューアシスト、これを押しまして、ラット選択の中からアケトラ640を選んでおいてですね、はい。で、ビューアシストモニターのところをオンにする。そうすると、はい、アケトラ640のラットが適用された状態がこのモニターに表示されますと。この状態で撮影すると、仕上がりのイメージに近い状態をこのカメラのモニターでプレビューしながら、
生成されるファイルは Vlog ガンマの状態という状況が出来上がるわけですよ。なので、そのファイルを後から編集ソフト上で持っていってカラーグレーディングするときにですね、同じラットを適用すると同じ仕上がりになるし、そこから微調整を加えることもできるし、気分が変わって全く違うラットを適用するということもできます。だからラットビューアシストでかっこいい絵を見ながらログ撮影の自由度も確保できると。動画撮影の場合は絶対こっちの方がいいと思います。これは誰が見てもそうだと思います。で、ライブ配信をしたい時とか、その場で仕上がりイメージをクライアントに伝えたい時とかはですね、このビューアシストの HDMI の方もオンにすると。はい、そうすると、ビューアシストの状態をでっかいモニターでリアルタイムに、確認できますからね。じゃあ今回この新しく追加されたリアルタイムラットという機能は何なんだと、何の意味があるんだと。これね、実はこういうことなんですよ。パナソニックのこのルミックスというカメラは実は写真もログで撮影できるんです。ではリアルタイムラットでアケトラ640を適用した状態でパチャッと写真を撮ってみます。するとですね、こんなファイルが出来上がります。はい、 JPEG と RAW ですね、JPEG のファインと RAW を同時に記録するモードで撮影してきました。JPEG の方を開いてみます。これが、アケトラ640という僕のオリジナルラットをリアルタイムラットで適用して撮影してきた JPEG ファイルですね。重厚かつクールなシネマティックな仕上がりになってますね。まあ、このアケトラ640っていうのは僕のこの暗く陰湿な雰囲気のスタジオで自撮りをするときに、ちょっとダンディーに見えるように作ったラットなので、結構こういう夜の撮影に向いてるんですね。この状態で、まあ、スマホのアプリで読み込んでその場でインスタグラムとかツイッターに投稿したりとかいうことができますよね。で、次このリアルタイムラットを適用せずに Vlog の状態で撮ってきたファイルっていうのがこれです。でそのままもう Vlog の階調で眠たいようなこのグレーがかった状態で出てきますよね。はい、これが Vlog の状態。そして、同時に記録した RAW ファイルの方はどうなってるかというとですね、これ、S5 Mark II まだ発売前のカメラなんで、この RAW ファイルを開くソフト対応してない状態ですね。なので、同じ Lumix で撮ってきたもの、Lumix の S5 で撮ってきたものっていうのを見てみます。これ同じように Vlog で撮影してきた JPEG ですね。こういう状態ですと。そして同時に記録した RAW ファイルっていうのはこんな感じです。ちょっと暗いですけども普通の階調で出てきてますよね。これ普通に Photoshop で開くとですね、まあ、こんな感じで、まあ、ちょっと暗い なんでこんな暗いのかあれなんですけども、ぐーっと露光量を上げていくと全然あの階調というのは出てきますし、まあ、霞の除去とか色温度ですとかね、こういうことをやってですね、あの普通に、ローファイルのロー現像というのをじっくりとこう作り込むことができるという感じですね。ログで撮ってもローは普通の状態で出てくるということですよ。なので、リアルタイムラットで撮影をするとですね、 JPEG の方はラットが適用された、まあ、作り込まれた絵の状態ですぐ使える状態で出てくるし、後からじっくりいじりたい場合は一緒に記録したローファイルの方からいじっていくと。つまりこのリアルタイムラットという機能は動画で使うんじゃなくて写真で使うのがむちゃくちゃ面白いぞということなんですよ。まあ、あの、ラットっていう言葉がね、動画のカラーグレーディング用語として認知が広まってきたという背景があるので、ちょっと分かりづらいところというのがあったのかもしれないですけども、要は、フィルターエフェクトみたいなもんですよ。このリアルタイムラットは、そのカラーグレーディングのプロセスっていうのを写真に適用して、フィルターを付け替えるように気軽に楽しんでしまおうぜっていう新しい提案なんですよ。ちょっと話が長くなるんですけども、このリアルタイムラット、カメラの中のこのフォトスタイルを選択するところに一緒に並んでるっていうのがすごく面白いなと思うんですよ。スタンダード、ビビッド、ナチュラル、ウェルクラシック、ネオ、フラット、風景、人物みたいな、この流れの中に同じようにしてアケトラ640という自分が作ったものが並んでると。そう考えると面白くないですか？このラットって、今回僕がアケトラ640というように自分でラットを
作ったようにですね、これ誰でも簡単に作ることができるんですよ、ラットっていうのは。僕と同じようにこれダビンチリゾルブで作ってもいいですし、まあ作り方の動画はここにありますんでね、これ見ていただければいいと思うんですけども、またこれアドビフォトショップでも簡単に作れるんですよ。さっきの、Vlog の状態で撮影してきたこれをですね、フォトショップで開きますよと。はい、これにですね、ここの、調整レイヤー、これを使って色味を作っていきます。まずはコントラストが足りないので、コントラストをガッとこう出しますね。じゃあこう色がついていきます。はい、こんな感じですよね。でさらに、もう一個サイドも上げますよと。サイドもガーッと上げます。はいはいはい、出てきましたね、色が出てきましたね。うん、で、さらに、ちょっとトーンカーブで、真ん中をゴーゴーガーッと上げてみたいなね、こういう感じでですね、フォトショップで色味をこう作るじゃないですか。そして、まあ、ちょっとクリエイティブな感じにしたいなと思ったら、もう一回、チャンネルミキサーかなんかでですね、こう青ちょっと緑の方にこうしたりとかね、こんな感じにしてみたりとか、こういうことができるわけですね。ちょっとこんな感じかなみたいな、こういうルックをフォトショップのこの、調整レイヤーっていうやつで作るんですね。はい。で、この状態で、ファイルから書き出し、カラールックアップテーブルというのをこうやりますと。で、そうすると、グリッドポイントとか画質とかいうのが出てくるんで、まあ、これ33にします。33の、まあ、キューブというファイルを生成すればいいので、まあ、こんな感じで、やりますと。これで OK。はい、でこれデスクトップに適当に、書き出しますけども、まあ、これ何ですかね、ロンサムナイト、G ロンサムナイト、ギュインの寂しい夜というラットをね、今デスクトップに書き出しますけども適当ですよ、めっちゃ適当なんですけども、そうするとですね、はい、できましたね。G ロンサムライトドットキューブというのがあります。まあ、このドットキューブ大文字になってますけども、一応小文字にしとこうかな。キューブと。はい。拡張しよう。ドットキューブ。神戸じゃない。キューブ。ドットキューブね。はい。ドットキューブを使用。はい。G ロンサムライトドットキューブというラットが今出来上がりましたので、これをですね、このカメラで使う SD カードの方に保存していきます。で、このカードですね。まあ、いっぱいこうやって、ラットが入ってますけども、今作った G ロンサムナイトをこう入れましてですね。はい、コピーができました。そしたら、このカードを次に、よいしょ。カメラの方に読み込んでいきます。はい、カメラの方にカードを入れまして、ここのですね、ラットライブラリっていうのがあるので、ここで、まあ、セット5、空いてるスロットのところに読み込みとします。で、スロット1のカードから、はい、ありましたね。G ロンサムナイトドットキューブというのがあるので、これを、はい、読み込みました。ラットファイルの読み込みが完了しましたと出ます。ね。で、この状態でですね、すごく面白くないですか、これめっちゃ面白いでしょ。フォトスタイルのリアルタイムラットの中からラット選択で、はい、ありましたね、 G ロンサムナイトドットキューブを選ぶと、はい、こんな感じになりますとね。まあ、ちょっと変なハイライトがしらっちゃけた変なラットですけども、でこの状態で写真をパチャッと撮ると、そうするともう JPEG ができちゃいましたね、こういう色味のね。はい、もうこんな感じで、無限に、色味を自分で作れちゃうと。カメラのフォトスタイルを自分で自由にパソコンのモニターでじっくりと作り込んで、そしてそれを、自分のカメラに入れてフィルターみたいな感じで持ち運べるということなんですよ。そしてこれが、ラットというファイルになっているので、友達とシェアできたりします。インターネットにアップロードして誰かにダウンロードしてもらったりとか、販売したりとか、そういうこともできますよね。そして逆に今度は誰かが作った
すごく有名クリエイターが作ったオリジナルラットを購入して使うこともできると。最高に楽しいじゃないですか。だから動画だけで考えるとこれは何のメリットがあるのか分かりにくくなってしまうんですけども、写真で使うと考えるとこれはめちゃめちゃ面白いんです。もうクリエイティブの発想がそのプロセスが逆転するみたいな、そういう感覚になるんですよ。あ、この個性の強いフォトスタイルがあるんだったら、もしかしたら自分だったらこういうものを撮ってみたらどうなるんだろう。変な感じに映るとか、個性的な絵が出るとか、そういう、新しいカメラとかレンズを持って、いつもの街に繰り出すという、このリアルタイムラットにはそういう楽しさがあるんじゃないかなと思うんですよね。ちなみにこのリアルタイムラット、このラットを適用できるのは、何も Vlog だけじゃないんですよ。スタンダードとかシネライク D とか、そういう普通のフォトスタイルにも上書きすることができます。やり方はこうです。まずこのフォトスタイルのところですね、フォトスタイルのところからリアルタイムラットからだと Vlog の状態にラットをかけるということになるんですけども、そうではなくて、このマイフォトスタイルっていうところね。マイフォトスタイルっていうのは、ベースになるフォトスタイル、ベースになるフォトスタイルをここで、まあ、スタンダードとかビビットとかナチュラルとかね、ここで選んでおくと。選んでおいて、さらにそこにいろいろコントラストとか自分で好みにこう調整していけると。で、それを登録しておけるという場所なんですけども、ここでそれを選んでおくとですね、例えばこのシネライク D2 っていうね、このパナソニックの大人気のフォトスタイルですけども、シネライク D2 に対して下に行くと、ラットという項目が出てきます。ラットをここで選んで、さっきのまああの G ロンサムナイトをこうかけると、まあ、こんな感じの絵になるとね。ちょっとえげつない感じですけども、ちょっとコントラストを下げましょうか。コントラストを下げて、ハイライトもちょっと丸めましょうかみたいなね、こんな感じで。やりすぎな感じですけども、要は Vlog だけじゃなくて普通のフォトスタイルにも、ちょっとこうエフェクトをかけるような形でラットというのを適用することができるわけですよ。自分だけの少しこう味付けを変えたシネライク D とか、そういう感じで楽しむこともできるということですね。なのでむちゃくちゃクリエイティブじゃないですかこれって。なんか、自分のオリジナルのフィルムを作ってそれをカメラに入れていくみたいな、そんな感覚ですよ。むちゃくちゃ面白いと思うんですよね。はい。なんで、ぜひ、これからルミックス S5 Mark II手に入れたらですね、このリアルタイムラットを使って写真撮影楽しんでみていただきたいなと思います。僕が思うにですね、このルミックス S5 Mark II というのはですね、まあ初の増面印相差 AF 搭載ということで、結構その実験的な機種なんじゃないのかなと思うんですよね。まあ動画機としてはもともと完成度がすごく高かったルミックスシリーズなので、もともとめちゃくちゃ使えるんですけども、まあスペック的には、日々クライアントワークをこなすプロよりも、まあ、僕らみたいなアマチュアというか、自分のために写真や動画を撮って楽しむクリエイティブな道具、まあ、フルサイズセンサーのカメラなんでね、金額は20万円以上はするんですけども、でも初心者向けなんですよこれは。だってダブルレンズキットですよ。こんなんないでしょ、前代未聞でしょ。かなり攻めてる売り方だと思うんですよ。言うたらイオスキッスとかと同じ売り方ですからねこれ。なのでプロの方は、あるいは、もっともっとスペックを追求した完成度の高いカメラをお求めの方はですね、今後出てくるであろう S1 シリーズの後継機とか、そういうのを期待するということでいいんじゃないでしょうか。僕もめちゃめちゃ待ってるんですよね。 S1H Mark II が出たら絶対買います。まあ、分からんけどね、その S3 とか S6 とか S7、S9 みたいな、そういう新たなこうラインナップが出てくるのかもしれないですけども、まあ、もちろん、こんな安い値段では出てこないと思うんですよ。すごく高い感じでも、最強のスペックだけど最強の値段みたいなね、そういうカメラになることはまあ当然でしょうね。当たり前だと思います。まあ、とにかく今回の S5 Mark II はですね、ルミックスのターニングポイントになってるのはもう間違いないと思うんで、はい、とても意欲的なね、チャレンジングなカメラなんだと僕は思っております。